藤田陽介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして、はい、あどうも、ディレクターの岩木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんか岩木さんがまたあの作品をいろいろ紹介してくれるって聞いたんですけど、はい、そうなんですね、はい、ちょっとうるせえやつらのお話ですね、うん、で以前第1弾やって、ね、YouTube に上がってるんで、はい、そっちも見てみてください、はいはい、そうなんです、はい、あの時はですね、うん、お話しさせていただいたんですけども、うん、はいはい、実は用意したお話の半分ぐらいしかできてなくてですね、うん、そうですね、はい、今日ちょっとその続きをですね、うん、ちょっとやりたいなと思うんですね、うん、はい、それでですね、ちょっともううるせえやつら、うん、はい、新作が出るっていうお話が、うん、ね、今すごい話題になっているんですけれども、うんうん、はい、ただですね、連載とかですね、テレビ放映されてからですね、うん、結構年月が経ってますので、うん、はい、まあ、昔見てたけどもあまり覚えてないっていう人とか、うん、はい、もしくはあまり名前は知ってても内容よく知らないという人に向けてですね、うん、ちょっとどんな作品なのかなみたいなことをですね、うん、話していきたいということですね、うん、はい、それからあとは新作のアニメに対するですね、うん、私なりのですね、うん、期待と不安ですね、うん、はい、これをちょっと喋っていきたいなっていう思うんですね、はい、でまずどんな内容かというかですね、まずこれうるせえやつのですね、うん、主人公ですね、これ諸星あたるなんですね、うん、はい、ラムちゃんではないんですね、うんうんうん、はい、まあ、もちろんラムちゃんっていうふうにもう思い込む人が多いのはもうこれやむれないんですけども、ね、はい、ちょっとこれ表紙のやつですね、うんうん、ですけれども、やはりこうラムちゃんが一番目立つ感じで、ね、そうですよね、はい、なっておりますので、ただですね、これ原作コミックの第1話から見れば、あ、これはあたるが主役なんだなっていうふうにはっきりわかるんですね、はい、初期の方だとあたるが出てきて、うん、ラムちゃんが出てこないという会話があったりするんですね、そうなんですね。例えば1巻のパート2の優しい悪魔とかですね、うん、2巻のパート5の未だ浮上せずとかですね、うん、ラムちゃんが出てこないんですね、はい、最初はですねゲストキャラだったそうなんですね。あ、そうなんだ、はい、ラムちゃんゲストキャラで、で諸星あたるが主人公で、うん、であたるがいろいろな災難が降りかかってくるっていう、うん、はい、そういう話にする予定だったそうなんですね、うんうんうん、はい、その災難の中の一つとしてやはりこの、まあ、鬼娘のラムちゃんがいるっていう、うんうん、それだけだったんですけれども、うんうん、はい、ただですね話がですね、うん、ちょっと高橋先生がですね、うん、どうやって続けてこっかみたいな感じで、うん、ちょっと早速始まってすぐですね行き詰まったらしくですね、はい、そしたら編集さんからですね1話で出したラムちゃんをですね、うん、また出したらいいんじゃないかみたいな話が上がってきて、うん、はい、それでラムちゃんをですね、まあ、出していって、うん、だんだんメインになっていったっていう、うん、人気もすごいついちゃったもんね、そうなんですね、うん、はい、でラムちゃんってですね初期の頃ってですね結構ですね怖い感じなんですね、はい、ヒロインはですね最初ですね忍だったんですね、はい、なるほど、まあ、その画像なんかあるんですけども、はい、この子ですね、はい、この子がヒロインで、はい、でアタルの彼女っていうストーリーなんですね、はい、でラムちゃんはそれを邪魔するやつっていうですね、はい、結構悪役みたいな立ち位置だったんですね。確かに、それだけ聞くとね、はい、最初はちょっと悪役な感じ、うん、そうなんですね、はい、ただですねそれがだんだん回を重ねていくうちにちょっと変わっていってですね、うん、はい、ちょっとラムちゃんのキャラクターが可愛らしくなっていってですね、うん、はい、それからアタルの方もちょっとラムのちゃんのことが好きなのかなみたいな感じを匂わせるようになってきてですね、はい、それで一応今度はアタルとラムちゃんの話に変わっていったっていうことなんですね、うんうん、はい、でこれ結構ですね、まあ、ジャンルといえば SF ラブコメになるんですけども、うん、結構ラブコメの要素ですね、うん、割と少なめなんですね見てると、はい、それよりはどっちかといえばですねちょっといろんなキャラクターが出てきて、うん、大騒ぎして終わりみたいな、うん、そういうはちゃめちゃな回が多いですね、うん、はい、あとそれからですねこれ美少女がたくさん出てくるですね、うん、まあ、いわゆる漫画でアニメもそうなんですけども、うん、はい、今って美少女がたくさん出てくる作品っていっぱいあるじゃないですか。そうですね、はい、確かに、うん、
たくさんありますけど、うんうん、まあ、その先駆けなんじゃないかなっていうふうにですね、うん、はい、まあ、これはちょっと間違いなくそう言えると思うんですね、うん、まあ、うるせえやつらのヒットがあったからですね、うんうんうん、いわゆるこの、まあ、美少女がメインとなった作品がですね、一つのジャンルとして、うん、まあ、出来上がったと、うん、はい、で最近あのハーレム系みたいな漫画ってのあるんですけども、うん、はい、うん、でもハーレム系の漫画とちょっと似てるんですけども、うん、ちょっと違うところもありますよね、うん、はい、そこはやっぱりあの、まあ、違いはあるんですけれども、うん、はい、でもまあ先駆けであることはまあ変わりないですね、うん、はい、それからですね、あの、まあ、1981年にですね、うん、アニメ化されたんですけれども、はい、このアニメもですね、ざっくり話しますとですね、初期の頃はですね、ちょっとなんか子供向けにアレンジしたいかなみたいな、うん、そういう感じの内容になってるんですね、うん、ただあの子供向けにアレンジしてる感じではあったんですけども、だんだんですね、あの回重ねていくうちにですね、まあ、だんだんあのこうチーフディレクターの押井守監督ですね、うん、はい、まあ、そういった方を筆頭にですね、うん、結構あのいろんな、まあ、面白い演出ですね、当時として斬新な演出をやったりとかですね、うん、まあ、あとそれからあの結構パロディをいっぱい取り入れたりとかしてですね、うん、あのそれでですね結構話題を呼びましてですね、うん、はい、それでかなり、まあ、すごい、まあ、人気アニメになっていったという感じですね、うん、でこれがあの、まあ、2022年に、まあ、新作が公開されるということなんですけども、ここであのちょっと、まあ、期待するところと心配なところとあるんですけれども、うん、まずですね心配なところなんですけれども、うん、何分原作がですね80年代に書かれているので、そう、今の基準で考えると、結構クレームの対象になるような描写っていうか、ホームラン的にとかね、確かに、いっぱいあるんですね、はい、例えばあの教師が生徒を殴ったりするシーンがたくさんありますし、はい、まあ、これもあくまでこう漫才のノリみたいな感じでパンと叩くんですけども、はい、当時は別になんとことなく見てたんですけども、今やるとなんかまたうるさくなっちゃうのかなとか、はい、あとはですね、まあ、アタルがテンちゃんで出てくるんですけども、よくあるかな、まあ、こういうここにちょこっていますね、はい、かわいいよねこれはラムちゃんのいいとこなんですけども、はい、まあ、これとあの、まあ、この子のことをボコボコぶん殴るっていう描写はですね、はい、確かに、もうこれはあるんですね、あっちこっちに、はい、まあ、これも昔はギャグとして見てたけども、うんうん、今だったら幼児虐待だとか、なんかそんなこと言う人いないかなとか、はい、心配になりますね、そうですね、確かにそういうこと、いろいろね、細かくクレームたくさん来ちゃいますからね、アニメなのにって思っても、今は、そうなんですよね、はい、あとそれからですね、龍之介ってキャラクターが出てくるんですね、うん、結構これあのうるせえやつらの中でも人気キャラクターなんですけども、うん、はい、これもここにちょっといるんですけども、この子あの一応男物の学生服着てるんですけども、あれなんですね、女の子なんですね、はい、あの女の子なのにあの父親から男として育てられたっていう設定で、はい、だからあの男言葉を喋るんですけれども、はい、割とでもこう美少女がまあ男の格好してるっていうことで、はい、結構いろいろそこでですね、まあ、いろんなまた行き違いのまあこうギャグが起きたりするんですね、はい、例えば女の子とデートするようなですねエピソードがあったりしてですね、でもその当時の漫画だと、いや女の子同士でデートするなんてのは異常だよとか、はい、おかしいよみたいなあのことが普通に出てくるんですけども、会話として、ただ現代の基準でいくと、そうですね、確かに、はい、あまりこのですね性別で、あの同じ性別の人がデートをすることを異常とかそんな風に言うことは、うん、それは今の感覚だとちょっと良くないかなっていう風なところですかね、うん、そういうとこどう、今度のねアニメではどう出たのか気になりますね、うん、すよ、あと文化とかもね全然違いますもんね、うん、その、うん、あ、そうそうそう、文化の違いがですね、うん、あるんですよね、うんうん、確かに私も今その話をしようと、あ、すみません、いい流れですね、ナイスパスです、ね、うん、だんだんなんか僕の心を読むようになだんだんと、そうだね、そうなんですよね、80年代と現代では
かなり違いがあって、でも設定を80年代のままやるんだったらね、うん、全然いいですよね。そうなんだよね、それはまだわからないんですよね。でも多分そうだよね、そうですよね。だって、うん、今のアニメとかも全部そうだよね。そうですね、ちびまる子ちゃんとかだってそうだし、ずっとスマホとか出てこないし、出てこないですし、ちびまる子ちゃんはあの完全にあの作者の人の思い出話だから、うん、あれは完全にあの時代限定じゃないですか。そっか、そっか、これは SF ファンタジー。そうなんだよね。でも映画とかもそういう設定でみんなそこから動かないから、そのままやってくれるといいですね、うん、アニメも。確かに。そうだね、うん、当時の設定で。80年代と2022年は、でもそんな街並みとかはそんなに変化がないので、うん、だから、ここ80年代っていう形にしても、うん、80年代感を出すのが難しいっていうか、うんうん、例えば今日から俺はとかだったら、うん、あれはヤンキーとか出すじゃないですか。そうですね、髪型とかですね、うん、そう昔っぽいって分かるからね、うん、そこで昔なんだなって出すけど、うん、うるせえやつらはその感じがないので、うんうんうん、だから例えばアタルがナンパする時のセリフって、うん、あの住所と電話番号教えてっていうことでやるんですね。で手にはメモ帳を持ってるんですけども、うん、それはスマホがなかった時代だからなんですね、うん、はい。うん、だからこういうのをですね、今どうするのかなっていうところが気になりますね。そこ一番気になりますね、うんうん、設定的にどう変えるのか、そうそのままやるのか、うんうん、まあ、あとはやはりこれどうしても、まあ、若者が今変わってきてるっていうのもあると思うんですね、うんうん、例えばあの恋愛至上主義っていうのが今薄れてるかなって思うんですね、うんうん、確かにそうですね、うん、そうですね、まああの、どうしても80年代は結構恋愛に若者が割と、うん、夢中になってみたいな、そういう時代でしたからですね、うんうん、それを元に描かれている漫画なんで、うんうん、はい、でもそれだと今のそれをそのままやってしまうと、うん、今の若い視聴者はもしかしたら、あの違和感を感じるのかどうか、うん、そこをどう処理するのかというところですね、はい。まあ、期待したいところはですね、うんうん、やはりあの、まあ、80年代のアニメも面白いエピソードもあるんですけども、うん、中にはちょっとですねアレンジを加えてしまってですね、うん、ちょっとなんかこう一ファンとしてですね、いやちょっとこれは、うん、どうなのかなっていうところもあったりしたので、うん、そういうのをですねもしかしたら今回作り直してくれるのかなっていう、そこは期待したい点ですね、はい。例えばですね、原作でですね、あのミスともめきコンテストっていうですね、うんうん、あの回があるんですね、うん、はい。これはあの、まあ、一応原作漫画では結構あのアクションシーンが満載なんですね、うんうん、はい。だからともの、ミスコンテストなのに、はい、なぜかこの野獣が出てきて野獣と戦うとかにですね、うん、なんかそういうアクションの回なんですけども、アニメではですね全くそれを話を作り変えてしまってですね、はい、そういうシーンが全くなくなってしまっているんですね、はい。これをもしかしたらですね、まあ、うまく原作通りに作り直してくれるのかなっていうですね、作り直してくれたらいいなっていうですね、ちょっと期待はですね、まあ、あると言ったらですねあるんですけれども、はい、ということでですね、はい、まだまだ話したいことはあるんですが、うん、やはりちょっと時間がまたすごいですね、時間がまたラブちゃんシリーズで結構ね、結構続きそうで楽しみですね、うん、そうですね、もうラムちゃん愛も、うん、うるせえやつら愛がもう岩木さんの伝わってきますもん、すごい、もう漫画自体は関数がすごい多いですもんね、うん、割そうですね、うん、多いですからね、はい、やはりですねちょっと今回もですね、うん、またごく一部しか話せないで終わってしまったんですけれども、うん、はい、これはまた機会を見てやれたらと思っています、はい、ということで、はい、うるせえやつらの話でした。ありがとうございました。続きもお楽しみに、はい。